どうも、DTM エンターテインメントの長峰大です。今回この2020年の東京オリンピックを予期していたんじゃないか、みたいな感じで去年ぐらいからすごい話題になってた、日本 SF 史上に残る傑作のこのアキラっていう作品を考察していこうと思うんですけど、まあこれ僕すごい昔から好きな漫画なんですけど、僕の友達周りとかであのラストシーンでどう解釈したみたいな話に結構なったんですよね。というわけで今回はそのアキラの原作漫画のラストシーンの考察をしていこうと思います。題して、アキラはまだ俺たちの中に生きてるぞの意味とは、まあ、あの最後、大東京帝国アキラを金田主導で立ち上げて、海外からのあの協力隊みたいなのに内政干渉すんじゃねえと、俺らに関わんなと、今すぐ出てけお前らと、で、俺たちの中にまだアキラは生きてるぜって言ってバイクバーって走っていくってあの最後のシーンなんですけど、あれは僕は、アキラという少年個人のことではなくて、もっと抽象的な概念というか、こう、アキラという概念、並びにその歴史と結果が教えてくれた大事なもの、まあ、具体的な教訓みたいな捉え方をしてまして、ちょっとそこを具体的に考察していこうと思います。まあ、アキラ好きな人にはぜひ聞いてみてほしいです。で、ここでまず考察していくにあたり、一つ重要な前提がありまして、このアキラという漫画が、冷戦の時代に影響を受けているってことは結構皆さんご存知だと思いますけど、では、冷戦をモチーフと一言で言っても、一体それのどのあたりの問題を色濃く表現したものなのかと。同じく冷戦をモチーフにした作品といっても、国際社会の対立と分断っていうのをテーマにしてやる小松左京の復活の日とは、モチーフにしている部分が大きく違いますよね。で、アキラにおいては、人間は好奇心と欲望に抗えない。だから作ったものは使わずにいられなくなるっていう部分なんだと思うんです。要は冷戦の中でも具体的には核開発競争のことですね。最初は他国への牽制のつもり、まあ、その事実上武器であったり、ここまで作れるようになったぜっていう技術的な部分であり、まあ、その牽制のつもりでもいずれ必ずぶっ放すことになるんじゃねえかっていう話ですよね。ちなみにアキラの原作漫画の最後にも手塚治虫先生に捧ぐと書いてありますが、その手塚治虫も科学と欲望と好奇心っていうのを絡めて書くのがもうマジの天才でしたよね。で、アキラを読んだ人がなぜか火の鳥を思い出すって多分この部分あるんじゃないかって僕は思ってて、で、この作品においての核爆弾とはまさにもうアキラたちですよね。人為的に進化させられた子供たちというか、まあ僕はこの改造された子供が兵器になっているっていう点が結構こう鉄腕アトムを彷彿とさせるんですけど、まあちょっと強引すぎますかねっていう。まあとにかくアキラの内容を考察していく上で最も重要な要素は、長きにわたる国際社会の対立の結果、人類全体の宝であるはずの子供たちを新型爆弾と呼称される存在にしてしまったことだと僕は思うんですよね。で、ここから最後の金田の言葉を解釈するために登場人物と物語のこのざっくりした流れを今僕が言った重要な要素っていう視点からちょっと見ていこうと思います。まずこの作品のざっくりした全体像は、好奇心と欲望で突き進んだ時代の大人たちが作ってしまった科学の暴走の結果であるのがアキラたちで、それが手に負えない代物と分かるな否や不格好な蓋を作って封印してしまい、問題自体を後世、まあ、つまり子供たちに世代に押し付けた大人たちみたいな話ですよね。始まりとしては。そして30年後にその蓋を好奇心に負けて開けてしまいますよね。鉄夫が最終巻に金田が鉄夫の精神世界的なところの、で記憶の中を見るところでちらっと描写されてますが、鉄夫も親に捨てられたのがこうママ母っぽい人にいやいや育てられているみたいな描写がちらっと見えますよね。だからそんな鉄夫も、それにあの職業訓練校にいた金田たちも、大人が子育ての責任を放棄した結果として存在していますよね、彼らは。で、ちなみになんですけど、金田の生い立ちを想像する上で僕が重要視した部分は、学校の保健師の先生に薬の成分分析を頼むところで、もう全然一巻の始まりぐらいですよね。その女性の先生が、できちゃったみたいなのと、妊娠しちゃったんだよってことを金田に伝えるんですよ。で、その時の金田の返しが、そりゃすげえ、今度産むとこ見せてよ。っていう、こう、もう、現代の漫画ではもう、倫理的に主人公に言わせるのは、まあ多分不可能な発言なんですよね。もう、ドラッグやって暴走行為を行い、妊娠させても何にも思わん。つまり、金田はこの段階で、命の価値がわからない子供なんだと思うんですよ。で、実際、この、アキラが連載されたのは1982年から開始なんですよね。つまり、世間がまだ不良ブームの時代だったってことをさっぴいたとしても、あの、ぶっ飛び方はちょっと異常だと思うんですよね、漫画の主人公で。で、その反面、友情に対しての、こう、
情の深さは並々ならぬものがあったのが金田っていう主人公なんですよね。つまり幼少期から、成長し過程で友達との情以外それ以外の情は得られずに成長してきたやつなんじゃねえかっていうのが結構ここで推察ができますよね。で次にそんな子供たち、金田たちああいう捨てられたような無責任の象徴である子供たちを作り出したその大人たちですよね。この物語の中に出てくるこう大人のキャラたちは自分の欲求と好奇心というものでしか動かない人が非常に多いんですよ。科学者全般なんでもその最たるもんやし、権力に取り憑かれた、根津だったりバカな政治家たちはアキラはもう終わったものだとしていて自らの主張しかしない。大東京帝国の隊長と呼ばれるあの悠々白鳥の桑原みたいな髪型の口出したやつとかもまさにそうでしたね。もしくは過去の罪や因縁の清算のために動く都様や大佐や竜といったキャラクターテラチが出てくるんですが、まあそんな中で僕の中で明らかに他のキャラと一線を隠してるやつがたった一人だけいるんですよ。それはおばさんと呼ばれるあの割烹着きたごっつい銃撃ちまくるおばさんと呼ばれる千代子っていうキャラクターなんですけど、こいつだけが明らかに子供たちのためにこう具体的な K のためを思って動いてるんですよ。ちなみにこのおばさんはなんであんなに K と金田に良くしてくれるかっていう部分に対して理由は何でもいいんですけど、子供を産みたくても産むことができなかった人っていう風で脳内補正してます。そうした方が僕の中でスッキリするからってだけなんですけど、でこのおばさんがこの作品の問題というかテーマに対しての一つの答えを言ってると思うんですよね。それはあの五巻に、都様の神殿でのケイとの会話の中でこれからはお前たちの時代だ、生き延びて子供を作るんだよ、いいねっていうシーンがあるんですけど、要はこれ全体通して重苦しい作品の中、人も死にまくるし、科学の暴走っていうのはすごい醜いものとして書かれていたりとか、そういう作品の中で明確に大人が子供に希望を伝えてるっていうワンシーンだからなんだと僕は思うんですよ。で実際コマのサイズ小回りにしても大友克洋が明らかにここ重要なシーンとして描いてるっていうのは明確ですし、でその希望っていうのは好奇心と科学の暴走が生んだアキラたち、こういびつな子供たちを作ってしまった大人たち、そのそれに対してのあくまで人間らしい自然妊娠という形として希望を伝えているというか、でその子供を作っていく行為、それを育てていく行為で時代を作っていくんだよっていうことを教えているようなシーンなんですよね。でそれで次にもう最後クライマックスのところなんですけど、アキラと鉄夫が追消滅していく時の時空が歪んだ空間、金田が鉄夫の精神世界に入っていくみたいなあたりの金田と都様の問答のシーンなんですよね。ここで明かされるのがアキラたちが使っているこう力の正体っていうのが具体的にわかるんですよね。漫画だけだとちょっとピンと来へんみたいなのがあると思うんですけど、劇場版の方で K が金田にそういった説明をしているシーンがあるんですよ。そこと合わせてみるとすごいわかりやすいんで、漫画の短縮版ダイジェスト版みたいな感じになってるんですよ、アニメってのは。だから2つ合わせてみると結構わかりやすくなるように作られてるんですけど、でここでアキラたちの使っている力の正体とざっくり言うと、僕らの設計図である遺伝情報っていうのをずっとずっと奥まで掘り起こしていくと宇宙の始まりであるビッグバンまでたどり着くよって話なんですよね。でその時の知識だったり、あれの力を利用しているみたいな話なんですけど、その事実が逆説的に僕らはその宇宙の最初、宇宙が生まれた時に起きたビッグバンというエネルギーの放出が起こした大きな流れのエネルギーの流れの中での存在でしかないって言ってるんですよね。で都様はアキラは一方方向に進んでいるこの流れに、進化という流れに変化をもたらそうとしたんじゃないかって話をするんですよ。ここで使うアキラという名詞は一個人を指す意味じゃなくて、それを作り出していった全ての人間の無意識を指すものだと僕は思うんですよ。なぜならアキラにはもう意志が存在しておらず、なんていうんですかね、周りの周囲の環境を映してしまう、反響してしまうような鏡であり、科学の暴走の象徴を概念化しているからだと思うんですよ。で、人間の無意識だって言った理由は、このプロジェクトアキラに間接的にでも携わった人間を個別で見ていくと、きっとおのおのにとっての目的ってのがあるはずなんですけど、それを人類全体の動きとしてもうデーレ俯瞰的に神の視点から見たら一つのそういう意志に見えるんじゃないかっていうニュアンスだとこれは思うんですよ。でそんな都様の発言に金田は怒りますよね。まあ、人類の選択の結果があんな非道な人体実験なのか、しかも結局それは不幸せしか生まなかったじゃないかっていう金田の気持ちもそこは当然最もなんですけど、清子というあの19号だったのか、あれは何号だ、じゃあ19号じゃねえ、あえて20何号か、清子はそれに対して
そのおかげで言語を使わなくても心の底から理解できる、し合える友、仲間ができたってことを告げるんですよね。で、そんで、その仲間っていう概念が家族や親子の情愛を知らなかった金田にとって最もかけがえのないものなんですよ、あれは。だから金田を主人公という視点で見ていくと、あのむごたらしい人体実験もただただマイナス負の部分でしかない科学の暴走というだけではなくて、パンドラの箱的ないいものも最後に一個だけあったよっていう風にも見えますよね、金田の視点から見たら。どんなに愚かな行為の中からでも何かいいところを拾えるのが人間のいいところでもあるみたいなね。そしてこの物語の、そういう物語というか、このアキラというムーブメントの中でいいところと悪いところって、何よりそのことの真相っていうのを誰よりもその確認できたというか目にすることができたのが、無責任な大人が生み出した世代の子供たちである主人公の金田だったっていう話なんですよね。で、最後のセリフを僕なりに解釈してみると、アキラはまだ俺たちの中で生きているっていうセリフの中のアキラが指すものとは、30年以上前から続いたプロジェクトアキラっていう、こう人類の選択の結果の光と影そのものを指してるんじゃないかと思うんですよ。だからその内情を何も知らない外国の鉄砲を持った大人たちに内政干渉すんなって言い方をしたんじゃないかなって思うんですよね。つまりこのセリフ、前の世代の無責任な大人たちと違って死んでいった仲間たちの分まで自分たちが責任を背負うんだという、で自分たちが責任を持って生きていく、国を作っていくんだっていう意思表示だっていう風に解釈したらどうですかね。すごいスッキリしませんかね。っていうか金田めっちゃかっこいいみたいになりませんかねっていう。でそこから続いていく、あの最後バイクで走り去っていたののラストシーンは、欲望と好奇心に振り回されてきたこれまでの大人たち、人間たちには、まあ具体的にはこう無責任に科学を暴走させ、その責任すら放棄した世代の奴らにはもう手が届かないところに行ってしまったっていう演出なんじゃないかなって思ってるんですよ。バイクで走り去っていく彼らは、それこそがトンネルを抜けた先で新たに形作られていく世界であって、まあ、このアキラを通していろいろなことを学んだ次の世代の少年少女たちが作っていく新世界を示唆させているエンドなんだと思うんですよ。もっと対極的に言ってしまうと、愚かな20世紀はもう終わって、もっと素晴らしい21世紀に向かっていってほしいっていう大友克洋のメッセージなんだって俺は解釈したんですよね。まあもうかなり壮大な話なんで、人によって読み取り方がいろいろ生まれるのが僕はアキラの魅力だとも思うんですよ。だからあくまでこれは僕の一個人的な解釈でしかないんですけどね。つうかまあまず内容とかどうでもええわってぐらい、もう絵がやべえとしか最初は感想出ないですしね、この作品って。だからあの映画を見たことあって、もう原作を読んだことないって人はぜひ原作も読んでみてください。じゃあお疲れっす。